演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら業務スーパーのチョコクリーム入りエッグタルトとベルギーワッフルココアを食べたいと思います。どちらも通常版は以前食べたことあるんですけど、また新種が出たんですね。これは美味しそうだ。特にエッグタルトの方、前回めちゃくちゃ美味しかったですからね。で、今回はもうすでに調理してあります。で、ココアワッフルのみ断面してますね。ちょっとエッグタルトやったら間違いなくクリームこぼれてくると思いますので、はい、ココアワッフルの断面はこんな感じになってます。ではいただきます。黒はやっぱりほろ苦くて大人の味わいだけど、黄色とは仲良くして欲しかったかもしれませんね。ベルギーココアワッフルはサクサクっとした食感の後にのほろ苦いココアの味が広がってましたね。以前食べた通常版やチョコレート版に比べると甘さはかなり控えめで、その分ココアの香りを楽しむ大人向けの味わいになっています。自分はこちらの方が好きですね。前の食べた2つと比べると甘さ控えめで、ちょっと甘いのは後に方にもおすすめできるワッフルですので、そんな方はワッフルそもそも買うかなという疑問もありますが、こちらのテストさせていただきます。自分で自分の感想に疑問を持つので、で、こちらのエッグタルトチョコレートは以前食べたエッグタルトのカスタードクリームは確かにあるのですが、ちょっとチョコレートが強すぎてそのカスタードクリームが消えてしまっているのが難点ですね。まあ、カスタードを楽しみたい方は通常版と買ってくださいということなのかもしれませんが、もうちょっとチョコレートとか、あのカスタードクリームが美味しかったのでチョコレートの融和させてほしかったな、両方いいとこ取りしてほしかったという思いは拭いされませんので、ちょっとこちらはこちらの点数とさせていただきます。チョコレート強すぎるな、まあ、美味しかったんですけどね。ではバラをロケット撃つんや見守るの、冬バラが見守ってながらロケットを打ち上げるっていうことなんでしょうね。その先に何があるのか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。